信号斜め右や。すごい晴天なり。やってかってこれやった飛行機の飛びは。うん。ちょっとヒヤッとするよね、やっぱり。名物はカツオやったもん。カツオ？マジで？あ、こと一緒やん。昼飯はカツオのあのなんか丼みたいなんでしょうか。うん。うん、こっち向いたらやっぱりあの台風がある方面向いたら雲がちょっとしんどい感じやね。ようこそカツオの町枕崎って書いてある。やっぱ瀬戸内海とは違うね。違う、全然違う。あれ水平線やろ。水平線高いわ、やっぱり瀬戸内海と違ってな。うん、だよね。すごい、波がすごい高い。めっちゃ高い。ちょっと入ってみようって思わんぐらい高い。あの高知県波やばい。高知のあの桂浜あるやん。あんな感じでザバーザバーって。あ、それ行け。そこっぽいね。私たちの山とロケ地だ。あ、そうなんや。うん、あ、糸瀬石さんのゆかりの地なんや。そう、気持ちわからんけど、この有名人。うん、あの大和のね、うん、あの最後沖縄特攻した時の、うん、司令長官やったね。これがマスク外すとこれ必要なりそう。まあ誰もらんしていいよね。いいよ。めっちゃ綺麗だ。空の色が綺麗。なんかやっぱり土地によって空の色が違うね、全然。うん、どう、危ない。あ、これは危ないわ。危ないわ。徒歩以外では入っていけん。から西南西約200キロに大和が沈んどんやって。
海水のしぶきがこう散ってくるような、うんうん、ただ携帯持っていってなかった、これしか持っていってなかったね、うん、あの日の神のあの、うん、なんていうかな岩、うん、あれはねあんまり綺麗には撮れんかった。ちょっと待って、枕崎お魚センター、練り物もあるよ。入る？100円。じゃあこれで入れて。大うなぎさん。ちっちゃいよ。硬い殻を持つカニも砕いて食べてしまう。すごい。カニ食いとも呼ばれる。日本ウナギより美味しくない。すごい。美味しくないや。大ウナギの幼魚やって。幼魚かわいい。すりこぎ盛り。すりこぎ盛り。同性でイチャイチャするのとか。そんなことしていい。ブラボ。ブラボ。絶滅危惧、うん、いい種、ナマズ、ナマズおる、ここ、あ、おった、あ、すごい、ナマズ、こうやって餌、餌やと思ってくるよね。危ないやつや、味覚しようやないか、綺麗。温めたらいいや、しとった、実は僕カサゴに刺されたことがあってね。どんな感じやった、うん、やっぱりまあまあ本当にこんな感じ、激痛、こんな感じの、うん、刺される直後は大したことないんやけど、うん、もう本当にしびれよね、しびれと痛みが、うん、あのその直後に来るって感じで、あら、おこぜおる、おこぜおらん、あそこの端隅っこにおる、あいつやない、これなんかすごい綺麗よね、ナイニオツバメ、マジで、どうやって刺されたの、気づいたら、うん、自分が釣り上げた魚外そうとして、うん、あ、ウツボの仲間や、え、その時いっと聞いたかった、聞いたかったよ、どうやって治った、取っとったよ。ばあちゃんがまだ生きとったんやけどさ、うん、あのもうヨモギスってつけとけとか言って、また変な民間療法をなんか言うわけよ、うんうん、あ、そんなの治るかんやって思って、うん、病院行ってない、行ってない、我慢して、うん、時間経過で治したけど、すごいね、うん、これなんか綺麗、うん、これよくあのハットリ通よね、家で、うん、化石もあるよ、化石もある、こっち寄ってきとる、かわいい、よしよしよし、きれい、すごい神々しい、400ボルトが流れるんやった。100円で入れてこのまま、すごいね、もう一個頼んだって、食べれたぐらい、確かにうまかった、ね、空港バスで行きなさい。この バスは
白熊食べる。あとはキビナゴとか黒豚のカツカレーとか、鹿児島でしか食えんでもないですけど、キビナゴはね。よかったね。うん、相当いい。大満足。普通のラーメン自販機が使ったことあるけど、こんなに環境のいいラーメン自販機。なんか客層も良かったじゃないですか。完全松山より広いね。住人変更になったんやろね。でもここには看板が、うん、あれはまだ更新ができないんだろうね。こいつです。1時間ぐらいで着きます。そんな短い？短いよ。ありがとうございます。はい、どうも。おかえり、おかえり愛媛、ただいま愛媛。